見事エンペラーワケア号でネギステックスを制しました川田優雅ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。完勝に見えましたが実際騎乗されていかがでしたか。はい、完勝だと思います。スタートからそして道中すんなりと先手に取り付いてというレースでしたけれども、そのあたりの心境というのはいかがでしたか。まあ、正直返し馬が前回の方が良かったなと思うぐらいではあったので、その辺をケアしながら前半は組み立てようというところで、でまあ影響なく大丈夫そうだったなと、大丈夫そうだなと思える走りをしてくれてたんで、そのまま順調にレースを進めてきました。直線の手応えというのはいかがでしたか。それの影響も考えて4コーナー少し早めに動きを確認したんですけど、そうするとすぐ反応してくれて、少し早かったですがもういいかと思って、このまま気持ちよく無理なく動かしてあげようと思って直線を全体を使って競馬してきました。これで3連勝で重賞初制覇となりましたけれども、この馬の強さ、いい部分というのはどういったあたりに感じていらっしゃいますかね。一緒に乗りながらもすごく感じてましたし、前回依頼をいただいて改めてまたがってみると本当に素晴らしい馬ですので、重賞に手が届いて当然の馬だとも思いますし、これから先もますます楽しみな馬だなと思ってます。その先の展望につきまして、フェブラリーステークス控えていると思います。そのあたりのレースの展望というのはいかがですか。まずは今日しっかりと重賞勝ち切れて重賞ウィナーになれたということを褒めてあげたいと思いますし、この後についてはオーナーとトレーナーが相談すると思いますので、まずは今日勝てたことを褒めてあげたいです。見事制しました川田優雅ジョッキーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。